どうも、ツンツンです。今日は新しいミニボックス、クラッシュ・オブ・ウィングス。このね、パックの解説、やっていきたいと思います。できる限り短くね、まとめようと思っているので、だいたい10分ぐらいで解説していきたいなと思います。まずね、今回のパックなんですけれども、いくつか注目すべきテーマがあります。で、そのテーマがね、好きな人は買うべきだと思うし、そうじゃない人はスルーでもいいと思います。まず、なんですけれども、このクーガナン。のテーマが、あります。あとはワームが強化されました。で、特にこのワームに関してはワンチャン全然普通に環境に入ってきてもおかしくないんじゃないかなっていう風に思うぐらい自分は魅力的に感じてます。まあ、クーガダン自体もすごくボーダードつうか、まあ、盤面自体は取れるんですけど、まあ、打点ね、どうするのかっていうところはありますけど、まあ、そのあたりも話していきたいなと思います。まあ、そんな感じかな。うん。厳重機とかも一応あります。じゃあ、早速ね、UR のところら辺から見ていきたいと思います。まず、新金王、アレクトール。まあ、言いにくいですね。アレクトール自体は、24の、守備力2000の、レベル6モンスターで、まあ、レベル6としては2400打点っていうのは合格点かなと思います。さらに、守備力自体も2000あるので、まあ、横にされても下級じゃ抜かれないかなっていう。で、こいつ、しかも特殊召喚の条件があって、ここ結構緩いよね。相手の場に同じ属性モンスター2体いれば特殊召喚可能っていうことで、テーマでね、同じ属性、例えばアマゾネスやったら地属性2つとか、D ヒーローだったら闇属性2つとか、そういうのを並ぶことがあるので、こいつ特殊召喚する条件っていうのは比較的緩いんじゃないかなと思います。で、効果自体がすごくメタカードとして有能で、1ターンに1度、表側表示のカード1枚選択して発動、そいつの効果を無効にするっていう。まあ、要は、聖杯なんですけど、これ、魔法トラップも無効にできる聖杯みたいな感じです。そうです。例えば、アマゾネスの吸収でもそうですし、そういう風なね、魔法トラップに関しても無効にできるので、こいつ自体は、環境によってはすごく刺さるカードじゃないかなと思います。まあ、メインから入れるっていうよりも、サイドからね、大会とかで入れてくるようなカードになるんじゃないかなと思いますけど、まあ、普通に強いカードだと思います。まあ、ステータスも問題ないですしね。ただ、こいつ3枚いるのかっていうと、別に3枚いらないから、1、2枚あれば、まあ2枚ぐらいかな。自分は取っときたいかなっていう風なカードです。次、バノジライ・グレイモヤーですね。これは一時交換のカードなんですけど、攻撃宣言時に相手フィールドの表側攻撃表示のうち、攻撃力が一番高いモンスターを破壊する。これ対象を取らないので、その辺も有能かなとは思います。で、これ、サイマジの対策にもなるんですけど、まあ、結局ね、攻撃反応系っていうのは銀幕分断もしかりなんですが、まあね、相手が後ろを丁寧に剥がしてくるタイプのプレイングされると効かないで、カード。ただ、グレイモヤが出たことによって、相手はモンスターだけを剥がすっていう、まあ、ゲーテするっていう選択肢がなくなるので、まあ、なくなるっていうか、まあ、別の選択肢も増えるから、まあ、そういう意味で選択肢としてグレイモヤがあるっていうのはすごくいいところかなというふうには思います。で、全然これは普通に強いけどね。例えば、グレイモヤで、沈黙のサイレントマジシャンを破壊で、レベル8出てきたところに対してカナディアとか打ったりとかすると、すごくいいカードだと思います。なので、普通に強いかなと。一時交換できるっていうのがいいですね。で、これ対処取ってないので、例えばグレイモヤの発動に対してマスクチェンジとかしても逃げれないんで、マスクチェンジして暗記出てくる、その後にグレイモヤの効果処理になるから暗記が吹っ飛ぶとかね。まあそういう風な展開にできます。なので、このカードは普通に強いと思います。で、さらにこれ、クーガダンの剣士ビート。こいつは効果2つあって、まず1つは、ターン1で使えるんですけど、1ターンに1回手札からクーガダンを特殊召喚できるっていう効果。これがクーガダンの下級モンスターに全て備わっている、効果になります。だから、クーガダンイコール横に広げやすいと。で、さらに、ビートにはもう一つあって、特殊召喚された時にデッキからビート以外のクーガダンをサーチできるっていう効果があります。他のクーガダンに関しても横展開っていうのは容易なんですけど、息切れしやすいんですよね。ただ、このビートに関しては、息切れの予防っていうか、まあ対策になっている。まあデッキからサーチできるんでね、好きなカード。まあそういうところがすごくいいところかなというふうに思います。ビートがあればすごく回るっていうのがクーガダンっていうテーマかなと。次、幻獣機メガプランター。まあこれも幻獣機に関しては、トークンがあれば、こいつ戦闘効果で破壊されないっていうのが標準装備であります。で、さらにターン1でトークンをリリースしてデッキから幻獣機を手札に加えるというサーチ効果もあるっていうのがこのメガラプターです。さっきちょっと言い間違えたかも。で、こいつしかも打点が1級あるよね。1900打点の星4っていう時点でも強いんで、まあ、こいつは幻獣機のアタッカーになるかなというふうに思います。
次、現実機ブラックファルコン。これも普通に強いカードですね。まあ、今回 SR に関してはあんま外れないのかなというふうに思います。これはトークンをリリースしてターン1で相手モンスターを表側守備表示にする。これ相手ターンでも使えます。だから、簡易版セキュリティボールっていうか、トークンがあれば守備もできるっていうのが、このブラックファルコンのいいところです。次、ブローバックドラゴン。これ、キース使ってきましたよね、確か。これね、うっとうしかったんですけど、これ今度は自分が使えるっていうことは、まあ、胸熱ですね。一旦に一度、相手フィールドのカード1枚対象として発動できる。これ、魔法トラップでも対象できるので、すごくいいです。コイントス3回行って、そのうち2回以上表だった場合、破壊するという風なカードです。さらにこいつ、1体のアドバンス召喚でもいけるし、闇属性、機械属っていうサポート豊富な属性でもあるので、すごい。レアメタル化とか使ったら、28打点まで上げれるかつ、エネコンとか無効にできるから、そういう点はすごくいいかなというふうに思います。で、沈黙のサイコウィザード。これは、召喚に成功した時に、墓地のサイキック属モンスター1体をゲームから除外。で、さらにこのカードが、フィールド上から墓地送られた時、その効果で除外したモンスター特殊召喚するっていうところなので、墓地肥やしとかをね、うまいことした後にこのウィザード使ってサイキック属を、特殊召喚みたいな感じでできるから、まあ普通にサイキック属強化のかなっていうふうには思います。ただ、1級打点で序盤に関してはアタッカーとして有能なんですけど、まあ序盤っていうことは墓地あんま超えてないじゃないですか。だからちょっとスキルっていうか、まあこいつの効果自体が、中途半端っていうか、なんていうか、まあ、墓地肥やした後にこいつ出せればいいけど、でもその墓地肥えた後だったら相手も場面乗ってるから、その時に1900打点ってどうなんみたいなところもあるからね。まあ、思ったよりも使いづらいかとは思いますけど、まあでも強力なカードではあります。ゼンマイジャグラーに関しては、ゼンマイってテーマなんですけど、まあ正直そこまで今出ているカードプールでは強くないんじゃないかなっていうふうには思ってます。このカードが相手モンスターを戦闘を行ったダメージ計算時に発動と、そのモンスターを破壊。ダメージ計算5ですね、すいません。ダメージ計算5なので、こいつがまあ破壊されちゃった後とか、まあそういうのかもしれないです。まあもちろん、ちょっとつとかだったらダメージ計算前なので注意が必要です。で、1回しか使用できないっていうところがあるんですけれども、まあ、やられる代わりに差し違えるみたいな、まあそんなカードじゃないかなと。まあこいつもサイキック族です。濡れ衣。これめっちゃいいですね。まず、濡れ衣に関しては、一旦に1枚しか発動できないっていうのはあるんですけれども、まあ普通に強いカードで、効果としてはですね、相手の手札、フィールドのカードの合計が自分より多い場合、表側表示のね、カード1枚。を対象として発動できると。で、お互いのプレイヤーっていう、ここデメリットなんですけど、自分も使えないというか、このデュエル中、同盟カードの効果を発動できない。例えば、マスクチェンジ打ってきますよね。で、そのマスクチェンジ打ってくるタイミングで、濡れ衣を使うと。で、そうすると、マスクチェンジ、とりあえず暗記にはなられちゃうけれども、それ以降、マスクチェンジできないから、暗記がそれ以上出ないとか。ゲーテ打ってきますよね。じゃ、そのターンのゲーテは使えるけれども、でも、ゲーテはもうそれ以上、そのデュエル使えない。特にゲーテに関しては相手に致命傷を与えることができるから、この濡れ衣っていうのはすごくいいカードじゃないかなというふうに思います。で、次、W 星雲隕石。これね、めっちゃ強い。まあ20枚デッキでこれ出るってえぐいやろっていう感じなんですけど、で、これはワーム強化なんですよね。何かっていうと、フィールド上の裏側表示モンスターすべて表側守備表示にするっていう、まあ、ワームっていうのはリバースしたかったわけですから、そのリバースしたいっていうところをこのカード1枚で叶えることができるっていう、まあ、この時点で普通に強い。で、さらにエンドフェーズ時に自分フィールド上の爬虫類族光属性モンスターすべて裏守備にします。でも、もう一回リバース効果使えるっていう。これも強いよねっていう。で、さらにその数分だけデッキからカードドロー。で、さらにドローもしちゃうっていう。で、それだけではなくて、その後デッキからレベル7以上の爬虫類族光属性モンスター行って特殊召喚するって。リバース使ってさらに、リバース効果使って盤面アド取って、さらにもう一回裏守備にして、で、さらにドローして、さらにレベル7以上の、ワーム召喚みたいな。マジでそれみたいな。っていう風なカードですね。で、ワームに関しては、じゃあどういうのがあるのかっていうと、まあ、以前のパックでもあるんですけど、例えばワームキング。こいつは、ワームと名の付いた爬虫類属モンスター1体リリースして、攻撃表示アドバンス召喚できるって、まあ、1体でもいいよっていう、効果もあるんですけど、まあ、こいつも普通に、さっきのトラップカードで特殊召喚できるよね。で、こいつは、自分フィールドのワーム1体リリースして、相手フィールドのカード1枚を破壊っていう27打点。まあ27打点っていうのがちょっとね、あれだけれども。で、こいつもいるし、こいつレベル6だからあれだね。
っていう風な感じで、ワーム、まあメインはワームキングじゃないかな、を出すことができるのがすごくいいところかなという風に思います。まあ SR カードこんな感じなんですけれども、まあ、ワーム自体がね、トラップカード破壊したりとか、モンスター破壊したりとかっていうのもできるし、今みたいに打点の面も大丈夫だし、前にも後ろにも触れてドローもできてサーチもできるテーマが弱いかっていうと弱いわけがないっていうふうに思ってるんよね、個人的には。だから、構築次第だと思うし、窓ヒーローに対してどういうふうにアド取っていくのかっていうところはちょっと疑問っちゃ疑問。そこは間違いない。そこは疑問では間違いないんだけれども、でも、強いテーマだとは思います。で、他ね、テーマに関するカードでいくつかあるのが、まずこれ、空画団、ドンパーですね。さっきの空画団、言ったように、一ターンに一度、まあ、手札から空画団モンスターを特殊召喚できるっていう風な効果があるので、そこがいいところかなっていう風に思います。横展開できるテーマ。で、かつ、こいつに関しては、こいつがフィールドにいる状態で空画団が特殊召喚された時にどうなるかっていうと、表側表示のカード1枚破壊するっていう風なアドの取り方します。だからこいつは表側表示破壊。じゃあこいつ何かっていうと、こいつはセットを破壊。で、こいつ、シールは何かっていうと、墓地の空画団を手札に加える。で、ダイナ、こいつがいると打点面の解消もできてすごくいい。まずこいつ1の効果おまけっちゃおまけなんですけど、まあ言うて強いけどね、特殊召喚成功した時に自分フィールドの、空画団モンスターの種類の数まで相手墓地のカードを、除外するっていう効果があります。で、さらに、このカードはモンスターゾーンに存在する限り相手は他の空画団を攻撃対象にできないっていう。だからこいつは空画団の効果で、まあ何でもいいけど、そうだな、ビートの効果とかで手札からね、こいつレベル、特殊召喚できるのはレベルの制限特にないんで、ビートの効果でダイナとかね、特殊召喚していけば25打点立ちつつ、このダイナを処理しなければ下級のねビートとか攻撃できないっていう、まあそういう風なテーマになります。さらに、ウィズ、こいつも強い。こいつがまあ、1の効果は負けだから割愛しますわ。2の効果が、相手が魔法トラップの効果発動した時に、手札から空画団のカード1枚捨てて、その発動無効にするっていう。しかも2-8の守備力で硬いっていう。暗記じゃ超えれないからね。っていうのがこのウィズです。だからこれ普通に強いと。空画団っていうのは、ビートで展開して、ウィズとか、ダイナとか、そういうのを使って守って妨害して、盤面取っていく。まあ、そういう風なカードになります。次、ゼンマイっていうテーマでいくと、まあ、ゼンマイそんな出てないからあれなんですけど、ゼンマイナイトに関しては、自分フィールドのゼンマイが攻撃対象にされた時に、無効にできるその攻撃をね、まあ、一回だけしか使えないんだけど、まあ、一回守れるっていう、まあ、そういう風なカードになります。で、あとは、ガトリングドラゴン。こいつが融合なんですけど、リボルバーとブローバックですけど、融合順位生物闇とか沼地のマシンとかそういうのでもね、融合できるから、まあ出しやすい、比較的出しやすいカードかなというふうに思います。一旦に一度自分のメインフェーズ時にコイントス3回行うと。表が出た数まで可能な限りフィールド上のモンスターを破壊。で、これ後ろには触れない、魔法トラップには触れないのに注意が必要っていうことと、可能な限りなんで、例えば相手モンスター1体しかいなくて、コイントス2枚表出ちゃったら、相手モンスター1枚と自分フィールドモンスター1枚で合計2体破壊しないければいけないっていうところがちょっときついところではあります。ただ万能除去のカードとしてはすごく強いカードとなります。なのでガトリングドラゴンのデッキっていうのは非常に面白いんじゃないかなと思います。で、さっきそうだ、空画団の話でいくと、烈風の空画団に関してもよくて、自分の墓地の空画団モンスター1体を守備表示で特殊召喚できます。だからこれも普通にやられちゃった空画団をサーチってか墓地からね、そのまま出す、ポンって出すっていうのは普通に強いと思います。で、これ、空中補給、エアリアルチャージ。エアリアルチャージはターン1でトークンを1体出せるよね。で、エンドフェーズ時にトークンか幻獣機、どちらかをリリースするか、もしくはこのカードをリリースするっていうやつなんですけど、例えば、幻獣機って、トークンがいれば破壊されないじゃないですか。だから、例えば相手がタムケとか撃ってきたタイミングで、この、エアリアルチャージとかを使ってトークンをポンって出せば、タムケとかを無効にできる。まあそういう風な効果があります。ただ、まあこれ積むとデッキ重くなっちゃうから、まあどうなんかなっていうところはあるけれども、まあ一つそういう風なカードとしてエアリアルチャージがあるよっていうところです。で、あと、ソニックブーム、これはまあもう、納金ですね。まあ、リュウさんとか好きそう。これはね、幻獣機モンスターの、に、対応するトラップカードです。
で、しかも自分のターンにしか使えないっていうところが注意が必要です。これはね、選択した幻獣機を攻撃力が元々の倍の数値になる。で、さらに魔法トラップの効果を受けない。で、さらに守備モンスターを貫通するっていう効果があります。で、これダメステイースかできますよね。めっちゃ強いよ、これだけ聞いたらね。これだけ聞いたらめっちゃ強いんだけど、エンドフェーズ時に機械族が破壊されると。もう自滅特攻よね。ただトークンが出ていると幻獣機に関してはトークンがだけ破壊されて幻獣機守られるようです。トンちゃんが調べてくれたんで、もしこれ違ったらトンちゃんフルボッコでしちゃってください。でもトークンがいれば大丈夫そうです。まあ、そんな感じのソニックブームなので、こいつ3枚入れつつの幻獣機デッキっていうのが面白いんじゃないかな、脳筋でっていうのは思います。ただ環境トップ取れるかっていうとまた別なんじゃないかな。はい、というわけで、ね、今回のテーマ、パックこんな感じです。まあ欲しいカードとしては別になんて言うんだろうね、ビートをクーガダムとかを揃えるんだったら、まあこいつ3枚欲しいしみたいな、ワームいるんだったら3枚欲しいしっていうようなカードです。だからまあ好みをね、本当にワームとか使って遊びたいっていう人がこのパックは3枚引けばいいし、そうじゃない人は別にそこまで引かなくてもいいと思う。グレイモヤ 1,2 枚とこいつ1枚とかあったらそれでいいんじゃないと思いますけど、あとそこ集めると多分濡れ着にも手に入るでしょうし、まあそれでいいんじゃないかなと思いますよ。窓とかマスクとかね、そういうあたりを集めていってもいいと思いますし、ただ個人的にはまあこれ毎回言うことなんですけど、まあ正直ね、リリースされて 1,2 週間経たないと強いかどうか本当に分かんない、環境を取ってるかどうか分かんないってところはあるんですよ。だからちょっと待つっていう点もあります。ただ現状ではクーガダン、ワーム、このあたりを組みたいんだったら引いたらいいと思うし、そうじゃなかったらまあ様子見でもいいんじゃないかなっていうふうには思います。参考になれば幸いです。じゃあ今回の動画以上です。よろしければチャンネル登録高評価ぜひともお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。